こんにちは、国鉄時代の鉄道ファンです。このビデオは、1989年5月13日に映した北陸鉄道石川線のビデオです。まあこれね、これはおしのの時刻表なんですけれども、真っ昼間一本も列車が走ってないということなんですけど、まあ、準急がね走ってるんですけれども、準急はこの忍野の駅は止まらないということで向こうからやってきました。あの向こうがね忍野の駅なんですけどね。でこちらは、野々市の方へ向いて走っています。まあ、野々市っていうか剣の方を向いて走っていきます。でこれは反対側、剣から野町の方を向いていく電車ですけども、まあ、ここね本当に家と家の間を縫うようにして走ってるんでね、すごいなっていつも思ってるんですけど、でまあ、あそこに野町の駅があるんですが、今はねちょっとずれたんです。というのは今新しい車両になってってから、あそこのカーブのとこで、ちょっと駅が難しかったんでしょうね。ちょっと車両が長くなるもんで、でちょっとずれた場所に駅が、あります。現在はでこれは向こう剣の方からやってきた電車ですけれども、あの2つ目手前から2つ目の踏切のあの辺に駅があるんですね。これが野々市工大前っていう駅なんですけれども、この近くに金沢工業大学という大学があります。まあそこの駅に1回止まるんですね、この電車。このね、今電車が来るところの右側なんですけれども、ここがね、あのカーブをした、ちょっと家と家のね、隙間を縫うように走るところなんです。まあ、ここは横は田んぼでなんともないんですけどね。これは野町行きの電車で、ここなんですね。野町からやってきたところなんですけど、ここのカーブがね、本当に家の隙間を縫うような感じで走っているところなんです。これは剣へ行く、多分準急ですね。ちょっと字が読めないんですけれども、でここさっきと同じように野々市工大前の駅に停車をします。でまあ、このあとね、駅、野々市工大前の駅行ってみました。ここでんですけども、まあ、この緑の色塗ってあるやつと赤い色塗ってあるやつがあるんですけど、緑がね、多分準急じゃないかと思うんですね。ですから、この、どうなんかな、緑違うんか、一宮行きが、ん？ちょっと、この判例を撮影してなかったので、ちょっとわからないんですけれども、まあ、緑が、準急なのか赤が準急なのかちょっとわからないんですけど、まあこっちが休日用のダイヤです。次はねぬか住宅前っていうと、これスプリングポイントなんですけども、まあ、こちらの方でちょっと撮影しました。
まあこの当時もね、なんだかんだと言って北陸鉄道もね、まあまあ撮影してる方なんですね。まあ北陸本線ばっかり映してたわけですけど、北陸本線もね、いい加減485系ばっかりで飽きてきてしまって、まあたまにこっちを映そうかっていうな感じでね。これはかなり鶴木の方へ行ったところで、小柳付近で撮影した電車です。あれは野町の方から鶴木の方を向いて走っている電車ですね。まあオレンジとクリームって言ったらね、国鉄色の機動車の塗装とよく似てるんですけれども、まあ自然の中にね結構映えますよね。あの窓の上の方もね、オレンジ色に塗ればね、キハ52とかなるんですけれど。まあちょっと田植え時で水の音が結構流れています。水の流れる音が結構しています。でまあ、ここはねレンゲが綺麗に咲いてたので、レンゲの花を入れて撮影しました。これ夕暮れになったら2両編成になるのかな。ほとんどね昼間は1両で走ってましたね。これはね、鶴木の駅です。鶴木の駅に、到着する列車です。これはね、手取川なんですけれども、あんななんかタイヤがね、ああいう風になったのが川の河原にありました。で、手取川なんですけど、今ね、電車が右から出てくるところが加賀一宮っていう駅だったんです。で、あれ今電車、鶴木の駅を通り、野町の方へ行く電車だと思うんですけれども、このね、鶴木とね、加賀一宮間、今はもう廃線になって、電車は走っていません。これも鶴木からやってきた電車です。加賀一宮の方へ向いて走っていく電車です。ここの場所ですけどね、今どうなってんのかなと思ってね、2019年の1月11日にちょっと行ってきました。この電車もね、綺麗ですよね。あんまりウェザリングがされてないっていうか。まあそれでね、この場所なんですけれども、まあ今どうなってんのかなと思ってね、2019年の1月11日にちょっと行ってみました。まあこんな感じですね。線路残ってるんです。で、上のトロリー線も残ってるんです。まあこれ今電車が来たのと同じ方向に、鶴木の方向から香川一宮駅の方向へカメラを振っています。トロリー線残ってるんですよね。まあ電車にこの木の枝が倒れて、まあ通れないことは通れないんですけど、まあで線路はねかなり雑草が生えてきてもう錆びています。まあこの先ね行ったら小さな川があるんですけれども、その川のね、まあこれ15って制限15かな、トロリー線がね、この1本だけのこういうトロリー線なんですね。で、この川の鉄橋なんですけれども、
左側にももう一つ鉄橋があるんです。この左の鉄橋、これがね、のみ線、1980年の9月、14日に廃止されたのみ線の鉄橋が残ってるんですね。これはそののみ線の鉄橋から石川線の方の線路を見ています。まあのみ線の方はというと、こんな風に線路も取り外されて、まあ今の現在のみ宮刈駅ですけど、昔は寺井駅だったんですね。寺井駅の方をカメラを向けてみますと、もう線路っていう線路があったかなっていうような感じの雰囲気ではなくなっています。まあこちらね、さっきの石川線の方、まだねなんとなくね電車が来そうな、そんな感じも見受けられます。まあここね、いつ撤去されるのかなっていうことなんですけど、もう廃止になって久しく年月が流れてるんですけれども、まだこのまま線路も残った状態になっていました。これはね、加賀一の宮駅なんですけど、この日はね、こんな風になんか取り壊すのか改修するのか知らないですけど、工事がされていました。これがね、自転車道、加賀一の宮の駅から、ここまた白山市の方にね、線路があったんですけど、そちらの方の自転車道です。で、この同じ場所を振り向いたら、こういう風に白山下の方に自転車道がつながっています。まあ、こちらもう一回カメラを向けまして、加賀一の宮駅の方向、こちら舗装されて、間もないんですけれども、ここはね今まで、何にもなしにほったらかしにされていた部分です。まあ、新たに自転車道がこういう風に、作られようとしています。で、これは加賀一の宮駅のちょうど裏に公園があるんですけど、そちらの公園から撮影しました。今工事中で、この線路のあったところはこういう感じになっています。ここが自転車道になるみたいですね。まあそれでね、この電車なんですけど、野町駅から鶴木駅のかに限ってね、これサイクルトレインって言って、まあ3月16日から11月30日までなんですけれども、まあ、自転車を電車に乗せることができるということなんです。まあ野町駅から鶴木駅、ここで、乗り降りすることしかできないんですけどね。まあそんな感じで、鶴木から先は自転車を下ろして、そこから先は白山下へとサイクリングができるというような、ことになっています。それでは野町駅到着発車のカット、これは2018年5月の20日に映した映像ですけど、こちらの映像を最後にお別れしたいと思います。お相手は国鉄時代の鉄道ファンでした。さようなら。